ちょっとまるこさんいいかしら。はい。あのね、今日の夕飯の味付けのことなんだけども、はい、ちょっとね、さすがにちょっと塩分が濃すぎるんじゃないかなって、はい、ね、はい、私みたいなね老人が食べたらもう本当、はい、ね、早死にさせたいのかななんて思っちゃうもんですから。はい。はい、気をつけてちょうだいね。はい、おやすみなさい。何？いや、何じゃなくて、いや見てたでしょ。どうしたの？いや、どうしたのじゃなくて、めちゃくちゃ嫌味言われてたじゃん今。いや、いや嫌味とかじゃないでしょ。いや嫌味だから。なんかうちにはさ、ほらうちのやり方みたいなのがあるからさ、なんかそういうのを教えたかったんじゃない？え、あんな言い方する？普通。てかさ、あの、あなたがいない間も私めちゃくちゃいろいろ言われてるから言っとくけど、もう家事のこともそうだし、ね、共働きで働いてるのにさ、私に家事完璧にしろっていつももう文句つけてくるし、もう顔見るたびなんか子供はまだなの、子供はまだなの、デリカシーなさすぎ。毎回言われてるからね、私は知らないかもしれないけど。まあでもお母さんもずっと専業主婦だったしさ、その世代も世代だから、ね、ちょっとやっぱ考え方がさ、やっぱ違うから、ちょっとそこはなんかうまくね、ちょっとお互い仲良くやってよ。いや仲良くする気ないじゃん、だって向こうが。私これでも一生懸命やってる方だよ。言い返したことないじゃん、だってお母さんに。いやあなたいっつも見てるだけ。そんなことないけど。いやで、かばってくれたこと一回もないじゃん、だってこうやって言われてる時に一回でもさ、言ってくれたことあるね。え、俺の奥さんなんだからそんなに言うなよってさ、一回でも言ってくれたことあんの？ないよね。いや俺はどっちの味方もしたくないから、その変に間に入ってなんかその余計こじれたりとかも嫌だから、そのね、なんかうまく二人にやってほしいと思うから、なんかあんまり言わないようにしてるだけで。いや、どっちの味方もしたくないってさ、もうそれがおかしいじゃん。え、なんで私の味方しないの？それがもうおかしいから。まあでも母さんにお母さんのさ、言い分みたいな、なんか理屈とかもあるからさ、まあ、そこなんかうまくちょっと汲み取ってさ、なんかうまくやっていってほしいな。え？え、私のさ、受け取り方が悪いってこと？それそういうわけでもないけど。え、なに、私の受け取り方が悪く捉えすぎてるだけだよって言いたいの？それは。昔もその嫁いびりしたいわけじゃないからさ。嫁いびりだろ、どう考えても。私の気持ち考えたことある？毎回毎回さ、私はあの育ちのことも言われてるからね、もう育ちが悪いからこんなに出来損ないなんだねとか、そういうのを言われて聞いてどう思ってるわけ？まあそんなこと言ったって、まあずっとこれから同じ家でさ、やっていかないといけないんだからさ。それも一緒に住むの嫌だったし言ったじゃん。でもどうしてもって言ったんでしょ、あなたが。だから住んでるんじゃん。なんで味方してくれないの、それなの？まあでも、まあ、母さんも年だしさ、ちょっとやっぱそばで面倒見とかないとちょっと怖いしさ。まあ、あなたが面倒見ればいいんじゃないんですか？それは将来のその子供のこととか考えた時にさ、やっぱ家にいてくれた方がさ、いろいろこっちも助かるわけじゃん。何もしてないけどね、でも。何もしてくれてないけど、今。その人の親でした、一応僕のさ、なんかあんまりそんな悪く言わないでさ。は？へ、私は私の親のこと悪く言われてますけど、あなたの親に。お母さんの味方ってことなんだ、じゃあ。そういうわけじゃない。お母さんの味方ってことだね、じゃあ。何も言わないんだ、そこで。もういいわ。普同に、私同居させられてて、嫁と姑が言い合いになった時、嫁の味方できねえ旦那とかマジ終わってっから。